エンジンから2018年に虫が発売になります。ブーンっていう。ブーン、はい、じゃあ何ブーンって、はい、パブーンとか言う人がいるんですけど、はい、虫が飛ぶ音をブーンにイメージして、はい、ブーンって聞けば虫っぽいイメージじゃないですか、はい、虫を連想させるような名前にしたかったので、はい、ブーンにしました。で、特徴としてはまず前のカップ、よくわかんないけど、はい、はい、あとソルトインの素材。ソルトインなんですかこれ、はい、の中空ボディです。中空ボディ、はい、ライクとほぼ同じ素材を使ってます、はい、ライクがすごい釣れてこの素材で、まあ、虫を作りたいなと思った。あと僕は虫って結構そのフローティングヘッドにボディをつけて浮かせるようなやつもあるじゃないですか、はい、でも僕はそのフローティングヘッドの存在もボリュームをでかくしてしまうから嫌なんで、虫単体で、かつそのフローティングヘッドって針変えられないじゃないですか。でも自分が好きな針を使えるようにしたかったんですよ。だからオープンウォーターで使うならマス針、パワーヒレスで使うならオフセット、でもヘッドがついちゃうともうそれが固定されちゃうんで、だから僕はヘッドなしにしたかった。オフセットは何番まで生えちゃうんですか。太軸の、太軸いけちゃうんです。あ、太軸です、パワーヒレスなんで太軸の3番ぐらい。はい、で沈まないで、沈まないです。でも塩入り、塩入り、はい。あ、なんかトズラッパラで見てると、はい、なんであんなちっちゃいのあんな奥の奥に届いてんだろうなって不思議だったんですよ俺。だ、塩が入ってることによって、はい、のとその素材感、比重感、ライクと一緒ですけど、その比重というかそのよりリアルに近いというか、はい、あと食べた時のその感触とかっていうことはかなりこだわってます。そういうラバーの波動とか手の波動もそこにプラスではあるんですけども、僕としてはその素材感でライフと一緒で、まあ、どうにかしたかっていうのがありますね。あ、色は最初何色展開？色は6色で、はい、ハブザいつも白使ってるイメージだったんですけど、今年の秋は秋から冬の初めまで妄想リザーバー特に濁ってたんで、はい、濁ってました、ね、はい、ハイシーズンはこのグリパンとかグリパンブルーとかスカパの使うんですけど、はいはい、この濁ってる時だとどうしてもこれもね、馴染んじゃって全然バスが出てこないんで、はい、白とか黒とかピンク使ってて、特にその中でも白が圧倒的に反応が良かった。あー、なるほど、はい、あー、なんか去年相当寒い時期まで魚かけてたじゃないですか、はい、あれなんか肝とかあるんです。あれ多分カエル食ってるんだと思います。あー、カエル食いバス、はい、で、じゃあなんでカエルって虫なのよっていう感じなんですけど、まずその最初にお話ししたカップ、このカップはホッパーのカップじゃないんですよ、はい、移動距離を抑えるカップなんですよ、はい、1点でシェイクとかしてて、バスが出てきました、はい、食おうとしてます、でも風で流されちゃってピュー見切られますっていうのは僕すごい今まであって、すごいストレスだったんですよ。それをカップでストッパー的にしてなるべく移動距離を抑えたかった、はい、あと一番の特徴はトゥイッチするとすんごい細かくターン、テーブルターン、カップのストッパーとテーブルターンの細かいターンで前になるべく来ないようにする、はい、じゃあフロッグが替え頭振るみたいなアクションが出るんで、はい、あのトズラハラですんごい釣れてなったと思います。エンジンの日刊ハブの年末の特別号で、はい、まあ、あれで虫で2匹釣ってるんですけど、はい、実際あの時花火俺も浮いてました、はい、7本借りてるんです。7本、はい、ただそれはやっぱりちょっと水温がもう1桁だったんで、はい、食いがちょっと甘かったんですよね、はいはい、で針をちょっと開いて使ったら全部乗ったと、はい、それまでちょっとこう要は針って愛があってこういう状況じゃないですか、はい、これだとノリが悪かった、はい、それをこうしてあげてワームから出やすくなっちゃったりカバーに引っかかりやすくなるけどフッキングしやすくしたら全部乗った。ありがとうございます、はい、で、いや今気づいたんですけどこれですよね、なんか何すかこれ、ライク 1.5 ってこれ何ですかこれ。ライクの 1.5 ハブさんの名前が載っちゃってるんですけどこれまだ、はい、完全プロなんですけど、はい、早くとも2019年になると思います。オリンピックよりは前に変える可能性が高い。そうですね、はい、五輪、五輪より先、はい、上流のサイト、はい、あとはスモール、あー
用で作ってます。これまた出さないで自分だけ散々いい思いしてそうですね、もう出がらしも残んないぐらいでリリースっていういつもの流れですか。でいつもはそういった流れではございません、2018年に僕が釣りまくって脱出するからなマジやべえな、大会で自分しか持ってないみたいなのやめてくださいよ本当。でもまあちょっとこれからいろいろ色とか考えて、はい、あまだ本当型だけ作って、はい、あーかっこいいですね。ちょっとこれは中空じゃなくてストリートボディ、どちらかっていうと本当アジングとかなんか何でも海の小物とかいろいろ遊べちゃうんだよ。実は、はい、みんな気づかないんですけど僕スイミングマスター、はい、プロとの5グラムです。あこれ今ないラインナップなんですね、はい、今7グラムまでしかないんですけど、はい、立ち木のポールとかで使うのに、はいはい、7じゃ重い時にありますあります、はい、で、針は40のままなんでブルフラットの 3.8 とか今去年の夏使ってたやつをそのまま乗せられるんでトレーラーはもう実際に冒頭リザーバーで投げてのこの重さだからかなり期待できそうですね。これは絶対に効ける、はい、僕らも夏絶対釣れる。でも夏には出てないと思う、はい、まあ、あとはよく月刊ハブが始まってますんでね、はい、あれちょっと人気動画になるといいんじゃないですか。いやそうですね、ちょっともうちょっと頑張んないといけないんじゃないですかもう YouTuber なんでハムさんも出ちゃってる以上はちょっといろいろセクシー系とかいろいろやっぱ釣りガール釣りなんかカタログコーナーに今すごいセクシーな女性の方とかいらっしゃいますけどいよいよ嫁出さないといけない時代が。いや出しませんすみません、ちょっと使えるかわかんないけど一応撮っときました。はい、はい、じゃあ、ハムさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。